やっていきましょうか。ですね、ここからはちょっと動画で上げますのでね、はい、お付き合いいただけると嬉しいです。それでは、今回、必殺技レベルアップ、確率2倍ということで、やっていきましょう。ですね、結構溜まってます。で、ボックスをね、今整理してきたんですけれども、はい、一番の今回、目的、まあ、なんといってもですね、前回、ありがたいことに引けました、レイリー先生。はい、レイリー先生をスキルマンにしたい、というところでございます。はい。これね、なってくれたらもうすっごい嬉しいんですけどね。はい。で、他にもですね、いろいろ多々、カルガラだったりとか、あとは浮き輪ルフィですね。はい。あと、その他、このミスター3だったりとか、そのあたりも、上げていけたらなと思っております。で、まずはじゃあ、ノーランド、行きましょうか。早速、もうボンボン行きますんでね。はい。いやー、2倍、どうなんだろう。体感上がってた？みんな。みんな上がってた？よし。この、最初が鍵ですね。いきますか。で、一応、ノーランドは、6まで、等倍で上げてますので、はい、あと3で終わりです。うん、あとは、まあ、解放がつけばいいかなっていう気はしてるんですけど、いきましょうか。レッツゴー。もう、さっさっさっといきますからね。おっ、いいよ。うん、1か。で、2倍で1っていうのもちょっと、まあ、どうなの？まあでもいいか。今まだイベント来てるんでね、この方は。はい。スロット持続成率上昇も来てるんですが、封じ耐性と必殺技短縮つけたかったんで、これはちょっとスルーします。はい。いやー、でも2倍で1ってちょっと、微妙じゃない？でもこの5で2上がればもう終わりなんでね。はい。まあでも今イベントまだ来てるんで、まあ大丈夫かな。上がりそうかな。来い。おし。あと1。お願いします。おお、終わった。やったー。終わりました。幸先いいね。あ、チャロさんありがとう。ノーランドスキルマン10ですね。はい。おお、封じ耐性来た。必殺ターン短縮。OK。素晴らしい。まあ、解放は、おいおい、やっていきましょう。まあ、まだイベント来てるんでね。はい。ゆっくりやっていきたいと思います。まあ、今日はちょっと、威風堂々回ろうと思ってるんで、はい。でも、スキルマ、やりました。ありがとうございます。スキルマターンが10ターンになってます。2ターンの間、1ミ全員のスロットの影響を大きくすると。はい。スロットの影響を大きくする系の、スキルというか、必殺技なんで、結構好きです。はい。ありがとう。やっと。これ意外に結構いいんじゃない？出だし好調ですかね。はい。じゃあ次。次行きましょう。まあ、数少ないんですけど、ミスター3行きましょうか。まだ2しか上がってないんで、これはまあマックスにならないだろうと予想して。じゃあ4、3で入れていきますね。まあ、この辺はまだ気楽に入れられるかな。うん。気楽に。気楽に行こう。気楽だよ。そう。あんま貪欲に行くとダメだ。そう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 。すやすやって言っちゃった。ここは2は上がってほしかったなぁ。あ、でも封じ耐性が来た。素晴らしい。いいね。封じ耐性必殺技短縮1。素晴らしい。いいよ。いいんじゃない？いいんじゃない？あ、姫ありがとう。テイさんありがとう。幸先いいね。まあ、ちょっとここの4で1っていうのはちょっとショック。2上がってほしかった、できれば。ここ3で2上がってくれたら嬉しいな。まあ、でも1でもいっか。あ、ミスター3も、スキルマン10ターンなんだ。ありがとうございます。本当に。頼む。お、来た。上がった。おおおお、マジ？上がった。え、マックスになったんだけど。マジで？すごくねこれ。え、だって、ちょっと待って。もういいや。解放はどうでもいいや。ちょっと解放はいいや。え、すごくない？何体いたっけ？ 7 体しかいなかったんだよね。終わったけど。あ、ありがとうございます。皆さんのおかげ、これは。本当に、ちょっと嬉しい、これは。なんか、ここで予想だにしない、この、何？この感情。この感情どうしたらいい？
すげえな。ちょっと、俺、すごい嬉しい。これは。なんか、ここでこんな嬉しくなると思わなかったんだけど。まあ、でもいいか。キアルフィはちょっと後にします。これ結構本命的な、本命寄りなんで。はい。カルガラやりましょうか、じゃあ。カルガラは、まだダンジョン来てるんで、そんなにね、気持ちを込めて入れなくてもいいかなっていう気がします。結構カルガラ落ちません？個人的な体感だと結構落ちるんですけど、まあ、5-5で入れていきましょうか。あんま回れてないんですけど、もう10体集まってるんですよ。あ、純一さんありがとう。本当ありがとう。いや、マジね、ちょっとびっくりした。ミスター3でいきなりマックスになるっていう。はい、7体でね。はい、じゃあカルガラいきますよ。カルガラってスキルマックスって何ターンなんですか？一応19ターンが、初め、まあ、初ターンですね。はい。どうなんだろう、ちょっと気になる。まあでも、このキャラクターに関しては、今別にならなくても、まあ今後やっていければいいかなと思ってるんでね。レイリーもこの感じで、本当お願いしますって感じ、本当。それはね、一番の、おぉ、チャロさん、早い、ありがとう。ファルガラはスキルマ14ターン。ってことは5上げれば終わりか。おぉ、そういうことか。いけ、頼む。まあ、1でも上がってくれれば俺は結構嬉しいかな。はい。おぉ、やった、上がった。1。はい。はい、1で終わり。1でもいいかなって言ったからかな。ちょっと、まあ、いっか。お、必殺ターン短縮、スロット持続成立上昇かな。とりあえずつけときます。で、封じとね、戦場効果無効耐性つけたいんですよ。カルガラには。はい。なんで、まあ、多分これ捨てなんですけど、一応つけときます。おー、姫やべえな。レイリーでゴスルーされた。マジか。ちょっと勘弁して。ちょっと怖いこと言わないでくれよ。はい。じゃあ、カルガラ。10体目というか、まあ、10体。いきましょうか。まあさ、まあ2、これで、まあ、いっか。2上がってくれれば、俺は嬉しい。それだけでいいよ。おし！もうこれでもう満足でしょ。って言ったら止まった。まあいいか。まあでもね、とりあえずスルーは今んとこされてないので、はい。まあまあいいのかな。よし、封じ体制来たんで封じに切り替えます。封じと戦場効果つけたいので、今回、このカルガラに関しては。一応2上がりました。で、マックスが、チャロさんの情報によると、14ターンなので、あと3上げれば終わりですね。はい。まあ、これは問題なく終わりそうですね。今のところまだダンジョン来てますんでね。はい。よし、カルガラもまあまあ順調かな。スルーされずに終わりましたので。はい。じゃあ、あとは、ナミさん行ってみましょうか。ナミさんがいた。よいしょ。ナミさん、一応6まで上がってます。一応ね、解放も終わってるんですよ。持続性スロット上昇率アップと、必殺技ターン短縮と、戦場効果無効耐性と、封じ耐性ですね。はい、これが5ついてます。で、その解放するにあたって、というか、それまでにね、一応6まで、等倍で上げたので、これはもう終わるんじゃないかなと思ってるんですけど、意外になんか結構ポコポコ、終わらずに上がっていくんでね、何ターンなのっていう。おー、すごい。やったね。姫、おめでとう。最後の5枚突っ込んだらマックスになった。おめでとう。すごいね。あ、ヒロさん、上がってますね。すごいね。なんだろう、びっくりした。あー、そうなんだ。残念。でも今度ね、今度頑張ろう。もう運なんでね、その辺は。もう本当にね、なんか、しょうがない部分なのかなって思うんですけどね。はい。今度、頑張りましょう。応援してますからね。はい。じゃあ、ナミ、いきますよ。どのぐらいでマックスになるんだろうね。いけ！ま、この、終わった。なんか無言だったね。あ、ナミ、スキルマ16ターン。チャロさん、ありがとう。チャロさん、すごいな。あと2ターンなんですけど、全スルーされました。はい。終わった。ヒロさん、こういうこともありますんでね。はい。元気出しましょう。元気出しましょう。はい。じゃあ、次、チョッパーを入れましょうか。その前にちょっと待った。ヘビ入れよう。ヘビ。ヘビがね、まだね、スキルマじゃないんですよ。これが、スキルマじゃないんで。何ターンかな、ヘビは。
よいしょ。今ですね、4まで一応上がってます。一旦の間、回復力を2倍にするっていうやつですね。まあ、入れることはないでしょう。パーティーに。はい。うん。あ、ほとんど等倍で上げたんだ。おー。やっぱ等倍で上げてる人も多いね。さらっとヘビいっちゃうからね。ほい。ほい。お、ヘビ上がるんだね。あーもうね、こういうのに限って上がるんですよ。こう、終わった。こういうのに限ってね、上がるから。マジで。終わった。もうナミさんさっきの全スルー食らったのちょっと痛いね。ナミさんがさっき3上がってれば終わってたでしょ。終わってないか。あ、終わってたか。あと2ターンだったから。もう、こういう時に限ってヘビ上がるからな。まあしょうがないね。これは運だから。じゃあ次チョッパー行きます。チョッパーでも3枚しかないんで、はい。あの3しか上がってないんですよ。しかも。なんでまあこれは多分上がらないかなと思ってます。21ターンですね。これ確かマックス18とか、あれ違うた気がするんですけど、どうだったっけ。うん。ほんと笑うよね。もう、なんでヘビあんな頭いいんだよ。マジで。びっくりしたわ。うん、チャリーン、チャリーン、チャリーンっつってね。これ、来たらすごいよ、チョッパーさん。おお、大成功、無駄な。はい。もう、なんだこれ。なんなんだ。もうさ、この本、まあ、本命ではないよ。まだイベント来てるからね。この辺はまあいいんですけど、ナミとかチョッパーの辺は。まだイベントであげられるんで、全然いいんですけど、なんであのヘビで、うん。ね、ヘビでさ、こんな、ね、上がりを見せた後の、このナミさんとチョッパーのスルー。ショックすぎる。もういいか、まあ。まあ、まだイベント来てるから、この辺はまだ OK ですよ。うん。じゃあ次、じゃあ本命2人行きましょうか、もうついに、やっと来ました。まず、ウキアルフィさん行きましょう。ウキアルフィ、まだこの方もですね、ペローナのイベントまだ来てますし、3人大集合イベントまだ来てるんでね、今後来るんでね。まあ、それも考えれば、まあ、終わらなくてもいいのかなと思ってます。はい。うん。おい、レイリースルー見に来ましたって。レイリースルーすること前提でやめて。やめて。いじめじゃん。みんなそういうこと言うから。はい。じゃあ行きましょう。浮き輪ルフィ、レッツゴー。いやー、上がってほしいね。これ、マックスが15ターンらしいので、5上がれば終わりです。行きましょう。これ結構本命です、俺。必殺技結構強いので。よし、もう一丁。よほほ、素晴らしい。もう一丁お願い。上がんないよね。まあ。うん。まあしょうがない。まあこれはいいでしょう。おお、結構来るね。必殺ターン短縮封じ。まあ、この二つかな、とりあえずは。このルフィも、できれば、そうだね、必殺ターン、あ、じゃないや、封じと戦中効果向こうをつけたいんですよ。うん。あ、でもな、ちょっと待って。戦中効果が、封じ、あ、戦中効果じゃない、ごめんね。必殺技か。うん。必殺技がそこそこ、これ封じ戦中効果バインドを弾くってやつなんで、必殺短縮と自スローでもいいのか、持続性スローと上昇でもいいのかなと、そんな気がします。はい、行ってくれ、頼む。これで終わってくれたらもうルフィ集めなくていいんだ。うん。あ、チャロさんありがとう、ありがとうございます。お仕事頑張ってください。よいしょ、行くぜ。あといくつだ。あと2か。お願い。待ってくれ、頼むから。もうこう、何さっきのヘビの上がり何だったんだよ本当に。おーおーおお、スロット持続性率上昇が来て、あー、これ悩むなー、どうしよっかなー。まあでもなー、今後そのなんだ、戦長効果無効耐性と封じ耐性って結構ね、やっぱ重要だと思うんですよ。で、正直そのスロット持続性率上昇と必殺ターン短縮っていうのはなくても別にいけると、そんな気がしてるんで、ここはちょっとこっちにします。はい、これに行こう。よし。いや、これならない、臭いな、ちょっと怖くなってきた。3、4で行こうか。じゃあ
レッツゴー。お願いします。お願いします。オッケー、来た。よし、あと1。おお、やった。え、マックスにならないんだけど。嘘でしょ。どういうことこれ。15じゃないの。15じゃないのこれ。ちょっと待って、俺、ぬか喜びってやつ。待って、15じゃなかったっけ。あれさっき、ちょっとごめんね。ツイッターの方で、あれチャロさんが、浮きは15ターンマックスだよね。あれ15ターンじゃない今。ちょっと待ってね。嘘でしょ。俺、超喜んじゃった、今。ちょっと、マジか。あ、16だった、今。もうバカすぎ。もうね、やばいね。いや、スルーちょっと勘弁してほしい、本当に。スルー生ライブだよ、本当に。あ、ちびちゃん、ありがとう、リツイート。ありがとう。よし。この、ってことはあと1か。頼む。お願いします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 。お願い、頼む。よし、やったぜ、マックスになりました。やったー、嬉しい。これは嬉しい。しかも順調になんか解放もちょこちょこ溜まりつつある。封じが2と船長効果無効対戦に、あ、3か。よかった、なってギリギリやりました。マックス15ターンで、封じ船長効果無効状態を2ターン回復し、2ターンの間受けるダメージを半減すると。はい、でパーフェクト3連続で、移行キャラの攻撃を 2.5 倍にする。なかなか結構強いんですよ、これ。ギアサードの劣化版なんですけど、結構もうガチャで出るぐらいのレベルの必殺技を持ってるし、戦長効果でも使えると。はい。そんな感じですよ。ということで、やってまいりましょうか。最後の。怖い。なんか吐き気が。俺これ。一番ね、なってほしい方ですよ。最後にね、行きましょうか。じゃあ皆さん祈ってください。皆さんお願いします。レイリー先生、怖え、マジ怖い、本当に。いやー、ところがレイリーはもう怖いから、そういうこと言うのやめよう、マジで。レイリーね、そう、この感じが残れば、ね、ついに来たよ。やってこうか、行くぞ。いやー、マジ怖い、本当に怖い、マジで怖い。よし、まあでもそんなこと言っててもしょうがない。もうバンバン突っ込んでいきますから、もう躊躇なく行きましょう。まず一発目お願いします。頼む。嘘、マジ、うわ、マジかよ。ちょっと待ってくれ、これはやばい、これはちょっとやばいぞ。いや待って、これちなみにちょっと待った、先に整理させてもらっていい？マックス何ターンだっけ。うわ、マジショックだわ、もうやばい、これはちょっとやばいな。マックス何ターンこれ。バラバラじゃないよ、もう草がいっぱい生えてるけど、バラバラじゃないよ、もう。どうしよう、やばい。これマックス何ターン？ 18 だっけ。やべえ、これやべえ。でも結構あるよ、結構あるよ。とりあえずじゃあ5で入れますね。いきます。もう1でもいいから上がってください、もう頼む、お願い。もう手が震える。あー、18、もう幸先悪いね、本当に。お願いします、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 お願いします。やばい。やばい。嘘でしょこれ。こんなことある？ちょっと待って。ごめん。ごめん、全力で、ちょっと何回言うんや。全力で応援して、お願い。俺本当にマックスにしたかったんだよ。これ俺本間違えてるとかないよね。戦国の本入れてるとかない？嘘だろ、マジか。ちょっとショック。ショックだよ。1ずつ上がっていけばまだ望みあったのに。
ちょっと待って。みんなあの、あの、一言みたいになってるけど、あの、あれだよ。呪うよ。嘘。15枚目。お願い、頼む。お願いします。もう最低1でも上がってくれ。嘘だ。マジか。無言っていう。ちょっと笑えなくなってきちゃったね。もう。だいぶ。これはさ、なんかもう全スルーでいいんじゃない？もうここできたら。なんか逆になんか1上がってるのもなんかムカつくでしょ。はい。あとね、21冊ありますね。計算上、2ずつ上がっていけばいいのかな？ 2 ずつ上がれば終わりかな？うん。2も上がんなくてもいいのか。うん。やばい。やばい。うん。うん。なんか、結局みんな優しいんだよね。結局そう。みんなね、あの、いつもそうなんだよ。みんな俺がさ、こうやって、辛いってなった時は、みんなね、支えてくれるの。うん。うん。そうそう。そうなんだよ。みんな優しいから、分かってんだよ、俺、それ。はい。じゃあ、20枚目いきましょうか。はい、いきまーす。もうなんか、あの、はい。よし！とりあえず1ね。はい。おー、ありがたい！ 2！ よし。やばい、泣きそう。泣きそうっす。2上がってくれたもん。ほんと嬉しいわ。あといくつ？あと 3？ 3？ 3？ うん。もうほんとみんなツンデレ。ほんとみんなツンデレだわ。もうほんとに。うん。鬱が治りました。めっちゃ面白いんだけど。もう鬱が治るぐらいのレベルの、このやばさってことでしょ。よし。とりあえず2上がったから、うん。いや、みんなほんと優しいな。もうさ、実は優しいんだよね、みんな。ツンデレだよ、ほんとに。これで残り16ならいけるよね。いけるよ、そう信じていくわ、じゃあ。いくね、じゃあ、いきます。25枚目、いきます。頼む、お願いします。うわ、なんでだ。くぅ、きつくなってきた、もう。やばい。ちょっとみんなあの、今からさ、ちょっと集合できる。ちょっとみんな で一緒にいて、俺のそばにいて、みんな。みんなあの、俺のそばにいて。ちょっと深呼吸させて。うん、まあいいか。30冊目。もうダメだ。日本語話せなくなってきた。なんか手がしびれてきたんだけど、これ、あの、原因これ。よし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 、あと1、あと1、あと1。動画的に面白い。動画的に面白いよね、本当に。3枚ずつ、それとも、5枚ずつ。5枚入れて、ラスト1。どうしたらいい？みんなの意見聞くね。ちょっと待つ。ちょっとごめん、落ち着けない。ごめん、暴走してるね。落ち着くね、じゃあ。うん。とりあえず落ち着くね。よし。ラストどうしたらいいと思いますか？ 3冊派。1冊ずつ。3冊ずつ。3冊が多いね。3冊にしようか、じゃあ。うん。よし。3でいきます、じゃあ。よし。よし。ありがとう、みんなありがとう。本当にありがとう。もう俺ここまで来たら、うん。もう、いっす。5-5ナイス。3-3いきます。いきましょう。お願いします。デイリー先生、お願いします。まだある。はい、まだあります。ということで、いきましょう。ラスト、3。お願いします。
みんな今からさ東京来てくれ。みんなオフ会しよう。俺みんなが心の支えだから本当に。みんな2倍期間なんてないんだよ。うん、みんな分かったかい。みんな見てって分かったかい。よし、とりあえずこれ動画で載せるんで、すいません、動画用に、ここで一回切りますね。はい。ということで、今回は、必殺技レベルを上げてみようの回でございました。はい。今ですね、無理やりテンションを上げております。はい。ですね、最後までね、見てくれた方、すいません、こんな、ね、体調の悪くなるような動画を上げてしまって申し訳ございませんでした。ごめんね。ほんとごめん。上がんなかった。ということで、他にもね、いろんな動画上げてますので、はい。他にももっと気持ちのいい動画ね、いっぱいありますんで、はい。ぜひとも見ていただければ嬉しいです。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。グリでした。バイバイ。またね。はい、どうもグリです。ご視聴ありがとうございました。これからもどんどん新しい動画ですね、上げていきたいと思っておりますので、どうかチャンネル登録をお願いします。パソコンの方はですね、動画内チャンネル登録の吹き出しをクリックしていただいて、スマートフォンの方は、動画の下にですね、チャンネル登録ボタンがありますので、そちらをクリックしていただくとチャンネル登録ができます。もしよろしければ、ポチッとお願いいたします。そのポチッとがね、動画を上げる糧になりますので、どうかよろしくお願いします。それでは、グリでした。バイバイ。またね。